はい、どうもスパルです。バトルフィールド5プレイしていきます。ということで、今回は、久方ぶりのタクティカルコンクエスト、歩兵マップ回しのアルマジュル八重地やっていこうと思いますね。もう、基本的にね、アメサバ回してるとずーっと平気マップだったんですけど、久方ぶりにサーバー開いてて、なんかね、やりたくなったんで、歩兵マップ遊んでいこうと思います。で、使う武器は、この AG スラッシュ M42 っていう武器で、アウトなんちゃらゲベールっていうなんかスウェーデンの武器ですね。で早速前線に輸送車両が張ってるね。ちょっと機銃でちょっとあれぶっ壊そうか。よいしょ、これでオッケーオッケー、破壊破壊で、これで C ポイント取れそうだね。本当だったらさ、アジアサーバーで歩兵マップの回しコンクエスト結構あるんだけどね、バンされるんよ毎回毎回まずロボット系列っていう最近ねメイン張ってるサーバーがあるんだけど、そこはねバンされてるんだよね。もうブラックリスト入りで、なんかさっき中華サーバーでなんだろう、投票したらバンされるみたいなサーバーがあったんですけど、まあ無事投票されてバンされましたということで、アメサバしか勝たん。で結構ここでもう前線が凝り固まっている状況、まあこのセミオートライフルで打開できればいいんだけど、あんまり敵顔出してこないね。でも左側でずっと MMG でぶっ放してるって感じかな。まあ、ちなみにこの武器さ、全距離 100m 以上はちょっと忘れちゃったんだけど、4発キルだねまあ他のセミオートライフルに比べるとちょっと威力は低いんですけど、その代わりレートが高いって感じでね。さあ C ポイント取られてる。これどこだ、裏から入ってきてるのか。 OKOK、 こいつら倒したら前進みたいね。お、やったか、ナイスやつで、あとまだ2人ぐらいいると思うんだけど、なんかいるね。ファイヤー28ダメージ、もっと入ってほしいけどね。あー、ダメージならず。いやちょっと展開されてる、これまずいかも。左側ぐるって回って倒しに行きますか。ワンキル、あと一人がいるっぽいけど、 OK やった。ただ流れたのが B 行ったか。これどうしよっかな。 B もう一回絡みに行ってもいいんだけど、ちょっと今日はがっつり拠点に絡むというよりかは、まあ、拠点外周の敵をこのセミオートライフルで倒してどんどん味方を拠点内に入らせていくっていう、そういうサブ的なムーブをしていきたいね。とりあえずね、中華サーバーが今バンされちゃってる状況、なんかね提出しなくちゃいけないものがあってさ、 MOS っていうソフトを入れてる状態で、俺がその ZK31 さんだっけな、そういう武器があるんですけど、サムジで、それでヘッドショット率 48% を出さなくちゃいけないというクソだるいことをして、なんか動画を提出しないとバンは解除しないみたいな、そんなこと言われまして、とりあえずこのマップだと俺 ZK 苦手なんで、確か次がオペレーションアンダーグラウンドかな、そこならワンチャンいけるかなってことで、今セミオートライフル AG で回してるって感じかな。この正面いる、あ、ちょっと待って、変にスタックしてる。あー C ポイント入られたな。これは取り返したいね。 OKOK、 ワンキル、裏取りされてんのか、ずっとやべえ。 C ポイントバッテンだらけで、もう輸送車両くんが一生前線張ってくれてる。敵はあんまり破壊しようとしないんだよな。スナイパーとか援護兵がちょっと多めかなって感じで、もうね誰も突撃兵やらないと、ああやって輸送車が車載出てくるからね。いった、敵も輸送車両か、結構奥めに構えてる感じかな。これ右側行きたいね。あ、キルアシスト入った、いいね。これ進めそうかな。あー、まだ若干赤点残ってる。あ、でもやったっぽい、いいねいいね。これさ、あー置かれてんな。でもいいね、ヘッドショット、それヘッドショットどんどん入れていきたいね。それあんまり入れすぎると次また AG でヘッドショット率 48% の動画撮れって言われるかもしれんからさ、まあ平等っちゃ平等だよな。平等にバンしてくれるっていうありがたさはあるんだけど、なんか BF ロボットで検索すると結構5番食らってるかわいそうな人たちがいるからね。これは誘爆で弾こう。 OK 死んだね、ナイス。でこれで横取るか。おおー、スケール、やべやべやべ、なんだあの数はそりゃ勝てえわ。この C から D にかけての前線あんなに MMG 構えてたら。でこれでとりあえず3人ぐらい倒したから前進めるかな。もう一人倒した、さすがにもういないでしょう。
これ進む か, だかスナイパーとか奥にいるでしょ。痛い、嘘嘘嘘嘘、まだいるの左側。ちょっと待てな、これね撃ってるとバレるんだよな場所が。ちょこっから D ポイントヒューマンハンティングしたいね。 OK ワンキル。まだいるかな、いるな。ビーコンでも置かれてる可能性があるね。あでもいないか。いやごめんなさい、いました。怖い、ロケット撃ってきた。ちょいるねこれ。ワンキル、もう一人いるんじゃねえか。あ待って、スナイパーいるわ。ポケ倒したヘッドショット。いい感じに気持ちよく当たるね。反動が素直だから抑えやすいっていうのもある。だけど他のセミオートライフルに比べるとやっぱり威力が低いから、できる限りのレートの高さっていうのを利用しつつヘッドショット狙っていきたいね。下が今日回らねえ、なんでだ。最近ちょっと体調不良が続いてさ、このまま注射打ちに行ってか心配なんだよね。4月9日、その後ソバルとどうなるかって話よ。噂によるとなんか股間付近が熱くなるらしいね注射打つと。だから今ね、兵糧ととりあえずスポドリとウィーダーインゼリー買ってる。これだけあれば熱出たらまあ対応はできるでしょって感じで。オッケー、いいね、連続キル続くよこれで。これ回収しちゃって、どこだ、これ味方がやられてるのが謎すぎる。スナイパーの音は聞こえるんだけど場所がわからないって感じ。まあ味方がなんとかしてくれるかな。あー倒したっぽいね、いいね、ナイス。あーそこ前線っぽいな、いった。 D ポイント上か。まあ歩兵マップのいいとこだよな、こうやって前線固まっちゃうので、もうこうやってあとは脳死で打ち合うみたいな、そういう楽しさはあるけど打開がしにくい。ちょっとこれ方面支援攻撃飛ばすわ、刺さると思うよ。待って、おはは、左目そらした瞬間に流れてきたよ。だがしかし方面支援砲撃を撃たれた。これはかなり飛ぶんじゃねえか。あーまず1人飛んだ。でもう3人ぐらいは飛んでほしいと思う。これ左行くか。いや、おい自分の食らってるって。でこれで2人はカットされたかな。オッケー、このままいいポイント攻めで GG って感じかな。まあ敵が輸送車両とかで裏取り展開してきたら、まあどんどんこの後も続くのじゃって感じで進むわけなんだけど、これ顔出すの怖いな。スナイパー言えるな、分かった。でもう一人はファイヤー、オッケー当たった、いいね63ダメージ、ちょっと削れてたか。うわー BC 間のこの数よ、これさー、いやトンネルいけるかな。いた、スナイパーだ。 B ポイントから撃たれてる可能性がある。でしかも A も取られてる。まあ全然点差的には余裕があるんだけど、不穏分子はちょっと排除していこうか。こいつらが全挙したら普通に負ける。ああ外周か、オッケー倒すわ。オッケーワンキル、多分まだいると思う。B コンか何か置いてんじゃねえかな。ちょクリアリングだけしてから B ポイント行きたい。んいるくない、こーわショットガンナーだった。でさっきのスナイパーを倒しに行きたいところではあるんだが、まあバレないように裏取りかな。正面さすがに切ってヘッドショットはなえるから、ちょっとノラサバっていうのもあってチーターがいる可能性があるんだよな。アメサバにもチーターが進行してきているから、これそこにいたんかい。すーごいところでしゃがんでる。オッケー、ちょっとね蘇生してもらおうで、ありがとう。で D ポイントが取られてるかな、まだ。あ若干残ってるぞ、それ敵が赤点映ってる。倒そうぜ。オッケー、やったわ。そのもうアメサバにも今ねチーターがはびこっててさ、最近ね露骨にやべえチーターがね現れてる。スピードハックチーというで移動速度がねとてつもない速さのチーターがいまして、なんでそんなんすらバンされないのっていう疑問点はあるんだけど、まあ、BF5 は今はもうチーターがやはり多いっちゃ多いけど、まあ、人気はあるからね。だから BF シリーズの中ではチーム同説記録では一番多いんじゃないの BF5 は今のところ。まあ、歩兵戦が楽しいんだろうねきっと。おぶねえ、ナイスカバー。 C ポイント取られてる。これさ方面支援飛ばすか、多分刺さる。 OK、方面支援砲撃だらけだからさ、全然 V1 までたまらないんだけど、まあいいや。これで C ポイント右側から回って、まだ遠距離からのヒューマンハンティングといきましょうか。あーでも離れたか。あーでもダメージは入ってるっぽい。いた、
神ぐれすぎる、それは。頼む、ちょっと入ってほしい。 OK、 ワンキル、いいね、ツーキル、いいね、いいね、沿ってるよ。で、これ C ポイントは取れそうかな。一旦補給物資を投下。最近もう補給物資と方面支援砲撃の連続だね。 OK、 ダメージは入った。あ、いいね、キルアシスト入った入った、いいね、いいね。なんかね、レートがやっぱり高い分、漁夫ができるます、この武器は。セミオートライフルの中で一番俺好きなのは、まあ、M1 ガーランドかな。威力的にも、まあ、雰囲気的にも一番好きだね。まあ、その次にゲベア43かな。あれが一番威力高いんじゃないかね。これダイナマイト投げて、葉っぱ、まあ、左いるね。葉っぱ、ポケワンキル、まだ残ってるんじゃないか。俺誘爆させるか。あー、待て、誘爆できなかった、最悪。歩兵がおりましたわ。で、じゃあこれ裏取りしよっか、せっかくだし。裏取りに続く裏取りで。あ、 A ポイント取られてる、嘘だろ。また輸送車両か。突撃兵俺しかいないっすと思ったけど、分隊にはちゃんといるな。これ B ポイント行かれそうになってんね、今。これさ、まあ、BD 感押すかな。6番キル、いい具合にヘッドショット入るな。やっぱり反動が素直だから。で、あとレートが高いからね、一発外しても巻き返せる。修正可の武器が AG だね。ただ11発だから、しっかりと当てないと全然死ぬ。打ち負けることは多々あり。葉っぱいないね。でもこれ終わりそうやね、もう。そういえばね、前回のさ、コメント欄でみんななんかドゥルリングとかいろんな武器使ってほしいみたいなコメントがあったんやけど、いや、マジで助かるわ、本当に。で、今ね、ドゥルリング練習中よ。あの武器むずいわ、ライフル弾が。まだみんなにお見せできるほどのクオリティではないんで、もうちょっと待ってほしい。今そういうね、努力をね、ちょこちょこしてるんですけど、やっぱり普段使わない武器ってなってくると慣れが必要だね。いつもシュツルムゲベアばっか使ってるから、その幸せじゃないわ、しわ寄せが来てるね。今日は普段使ってないセミオートライフル何かなーって言った時に、やっぱり AG っていう選択肢になったね。はい、ということでお疲れ様でした。なんかいつの間にか終わっちゃったね。結構キル取れたんじゃない？いいね、47キル3です。まあだいたい KD10 ぐらいで、ヘッドショット率も高かったんじゃないでしょうか。いいね、トップ分隊でもあるし。そんなに拠点絡まなかったけど、やっぱり外周から敵倒しまくって、もうそこでポイント稼ぎまくってって感じかな。まあこんな感じでバトルフィールドの動画をどんどん上げていくんで、ぜひともチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ということで、お疲れ様でした。バイバイ。